さんも龍門先生も。でその時ちょっとたまたまこの木があの奥の宮間に出たいうて聞いて、それでじゃあここに御嶽海はこれ掘ろうかって言って御嶽海掘ってください。ああそうです。でこの、あの魚眼もあのいや先生がこれは僕があげるって言って。